日本茶のティーバッグ。もともと日本びいきというか和食ヘルシービーキのアメリカ人の同僚がコストコで伊藤園の多いお茶のティーバッグを見つけて買い、コーヒーか紅茶の選択肢しかなかった職場に寄贈した。最初はその緑茶に砂糖やらミルクやらドバドバ入れて飲んでいた。インド人の同僚だったが、ある日うっかり入れ忘れてストレートのグリーンティーを飲んで開眼。これが日本のお茶か。このティーバッグはうまい。他にどんなティーバッグがあるんだって。アメリカでティーというといいカフェでさえほとんどティーバッグだし誰も期待しないんだが、こんなに美味しいティーバッグは初めてだったと。それ以来日系スーパーに行くときいろいろ買ってってあげるのだが、今のところは前田園という会社のほうじ茶が気に入っているらしい。日本人は真面目に製品を作ってちゃんと管理するのが好きだとか言われる。この評価を壊さないように仕事頑張ります。八重桜。日本に馴染みすぎなおっさんの話。横浜のランドマークタワーに用があった帰り道、中東っぽい雰囲気の顔立ちの人がスーツで歩いていました。どうやら会社帰りの様子。動く歩道ですぐ後ろに立っていたので話が聞こえてきました。同僚の日本人とどんな会話をしているんだろうかと思ったら、最近寒いよね。異常気象すぎるでしょ、本当。日本の持ち味の四季はどこ行ったんだ。花見も寒くて盛り上がんなかったし。だなぁ。てか散るの早かったよな。桜が舞ってるのを見るのが毎年の楽しみなのに雨に濡れちゃ台無し。これはまた花見をやるしかないな。何を見るんだよ。八重桜でも見に行くのか。アジサイとか。まだそこまで季節は進んでないぞ。雨ばっかだけど。でも何でもいいじゃん。みんなでワイワイ盛り上がれれば。酒飲めないくせに。つか桜はいいのか。どっちが日本人が喋ってるセリフなのかわからなくなりました。ちなみに後ろを向いて確認したところ、花見をしたがってる方が外国人でした。